じゃあドラえもんを思い浮かべながら描いてって言ったら、もう本当にあの絵描けない芸人、すごく気持ちわかるなってある。模写の才能あるけど、イメージして描く才能がない、ね、そうそうそういうことする。そうだけど全然やってきてますもんね。そうそうそう。今日はですね、はい、技巧誌にはセンスがないとダメなんだみたいな、はい、まあ、いろいろネット見てると、はいはい、そういうことが書いてあって、なんか見たのが、まあ、センス、才能ですね、はいはい、プラス努力イコール技術力みたいなことを書いてあったのを見たんですよね。っていうことはですよ、センスがなければ技巧誌ってやっていけないのか、っていうのはですね、はいはい、まあ、ちょっと幸之助に聞いてみようかなと、はいはいはい、思ったんです。センス、才能っていうのって、結構ぼんやりしてるじゃないですか。そうですね。技巧誌の言う、才能だったりセンスっていうのは何を指しているのか。はいはいはい、まあ、僕の思うセンスっていうのは、そのまあまあ、僕セラミックやってるんで、はい、なんすか、美的センスがセンスかなって思ってるんですよ僕は。ああ、その人に合った歯を作る形だったり色だったりみたいな。ああ、うん、やっぱりお気に入りの美容師さんとかいるじゃないですか。美容師さん、はい、やっぱその人は多分いろんなとこ多分行ってると思うんですよ。でたどり着いた人みたいな人もいるじゃないですか、自分に合った美容師さんみたいな。はい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 、やっぱセンスがいいんじゃないですかね、やっぱそういう人は。まあその人がその人にとってすごく合った人みたいな。ああ、ファッションコーディネーターみたいな。はいはいはい、本当そうですね。うん、まあその人の好みだったり、うん、まあ、雰囲気だったり、うん、まあ、聞きながらその人が本当に求めてるものを、うん、まあ、さっき言ってた具現化できるかみたいなところですかね。あ、はい、だから僕らも一緒で、いかにその人に合った歯を作るかみたいな、そこがまあセンスなのかなとは思ってます。提案ができることがセンスというふうに幸之助は解釈してるってことですか。まあまあそうですね、センスない人なんか多分山ほどいるし、それこそその努力のセンスを持ってる人は確実に上手くなりますよ。まあ努力できる人ですね。鍛錬を積み重ねてもこう苦じゃない、苦じゃなく、まあみんな苦しいと思いますけど、乗り越え続ける人がやっぱ上手くなってくるんじゃないですか。じゃあ別に技巧誌になろうと思った時にセンスや才能がなかったとしても、頑張ろうっていう気持ちがあれば上手くなると思います。上手くなると思います。もうそれこそ僕の師匠はもうすごく当てはまるって自分で言ってます。僕はそうは思わないですよ。僕はセンスあるなと思いますけど、それはもうセンスがあるところから見てるからですよね。そう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 、幸之助自体。そう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 、だけど師匠はもともと自分でセンスないのを自分で分かってるから、そうってことですね。そう、努力もうどんだけ努力してきたのかっていうのも聞いてますけど、人並み外れてる努力家ですね。努力を怠らなければ技巧誌上手くなりたいんだっていうのを人生全力投球してくれば、上手くなると思うんですね。上手くなると確実に、確実に上手くなると思います。その才能っていうのが、何を指している才能なのかが分からなくて、確かにね、そうですね。才能っていう人くくりにされても、多分分かんない人いるし、それだけ聞いたら、諦めちゃう人もいるわけじゃないですか。そうですね。だからあんまりいい情報じゃないなってちょっと思ったんですよ。才能ってみんながイメージする才能って一つじゃないなと思ったんで。そうですね、本当その通りだと思います。じゃあかといってセンスがない人が技巧誌になってうまくできるようになるのかっていうところで言えば、人一倍努力すれば普通にできる。できると、幸之助の師匠が身をもって体験してきている、もともとセンスなくても頑張ったおかげで、そうそうそう、すごく上手くなれたし、っていうかあの師匠は結果も出してますからね。そうですよ、本当にいい車ばっかり乗ってそうですそうでもそんな師匠もね、も
ともとはセンスなかったんだと。そう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 。言うんであれば、うん、本当にじゃあセンスがない人が、うんうん、いやまあセンスないっていうかセンスないかなって思っちゃってる人が、そうですね、見越しなれるのかなっていう不安は、うん、自分次第で解消できるよって。できる。俺の師匠は、うん、あの努力のセンスを持ってたってこと。ああそういうことですね。はい。ああ努力のセンスっていいですよね。うん。いやこれそれ持ってる人は多分何やってもできると思う。そうそうそう。あだから技巧に関してのセンスとかっていうよりも、うん、頑張れる努力ができる、うん、才能を持ってる人だったら、うんうん、すぐ上手くなると思う。僕が聞きたいことは分かりました。はいはい。まあ要はまとめれば、うん、センス、うん、才能これがないと技巧士ができないかって言われたら、うん、そうじゃないと、うん、もし才能がないって自分で思ってんだったら、うん、今周りにいるやつよりも2倍3倍頑張って、うん、もっと自分の技術力を学べば、うん、技術力は上がってくるよっていうことでいいんですね。そうですね、技術力も上がってくるし、まあいろんなセンスがあるので、うん、ただその美的センスのところばっかりじゃなくってみたいな違うところでセンス探すのも一つじゃないのかなと思います、うん、才能がなくても心配すんなと。そうっす、もう自分次第でどうにもなる。そういうことです。そういうことですね。はいはい。ということで、はい、なんとなくこう分かりました、はい、僕の中でもね、はいはい、ちょっと分かりづらかったよっていう人がいたら、はい、もしコメントいただければその辺ちょっと突っ込んで僕がこの線に聞きたいと思いますので。そうですね、はい、また、はい、楽しみにしてください。今日はこんな感じでいいですかね。終わります。ありがとうございました。